こんにちは。アクセスという会社の代表をやっている多田翼です。今回はマーケティングについてです。具体的にはこの内容が今回の分かる内容になるんですが、営業職の方がマーケティング力を高める方法について解説ができればと思っています。というのは、今回の内容の背景はある方からのキャリア相談からだったんです。で、相談内容は、今は営業担当されていて、将来はマーケターになりたいんだけれども、営業職でマーケティング力を高めるためにはどうすればいいかという内容でした。なので、営業という想定をしたときに、どうやって営業しながらマーケティング力を鍛えるかについて解説ができればと思っています。で、今回の内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思っている方は、キャリアに悩んでいる方なんですが、具体的には今言ったような営業をやっていて、本当はでもマーケティングをしたいと思っている方をイメージしています。将来マーケターになりたいと思っている方に何か少しでも参考になればと思っています。はい。で、今も少し触れたんですけれども、ある方から相談を受けました。内容がマーケターになるにはどうすればいいかだったんです。で、今は営業をされていて、将来はマーケターになりたいと思っている方でした。上司や先輩からは営業をやっていればマーケティングのスキルは鍛えられると言われているものの、ご自身としては納得感が得られていないとのことだったんです。で、本人のお考えは、このまま営業を続けるよりもマーケティングができる会社、例えば広告会社を想定していたんですけれども、転職をした方が良いのではないかと思っていたり、または転職ではなく営業を続けるとしたらマーケティング力を高めるためにはどうすればいいでしょうという相談でした。で、これを聞いて私が思ったのが、転職は視野に入れながらも、今の営業という環境で将来のマーケターを目指して営業職でマーケティング力を鍛えていくのがいいのではないかと思いました。で、マーケティングで大事なのって顧客理解なんですね。お客さんのことを時には本人以上に理解するから、お客に刺さる商品提供とかコミュニケーションができるんです。で、営業の仕事というのは直接お客さんと接点がありますよね。で、マーケティング担当者とか商品開発担当者は、これは会社にもよるんですけれども、直接お客さんに会いに行って話を聞きたくてもすぐにできないっていうことが往々にしてよくあるんです。で、そのためには営業担当者に話をまず入れて、日程を相手と調整してもらう必要があったり、で、その過程も含めてなんですけれども、営業の人によってはお客さんとの関係によって、あまりそういう取り組みを好ましく思われないなんていうこともあるんです。で、その点営業をされていれば、社内でお客さんに最も近い位置にあるので、お客さんのことを理解するにはまたとないこう環境にあるわけです。はい。では、営業をしながらマーケティングスキルをどうやって磨いていくか、高めていくかについて見ていきましょう。で、今見てきたようなマーケティングに直結する顧客理解力を鍛えるために、次の3つを意識して営業のお仕事をされるといいんじゃないかなと思いました。つまり営業でのマーケティング力の鍛え方なんですが、一つ目が直接お客さんの話を聞く機会を作ります。二つ目が要望や話してくれるお客さんからの不満、そこだけではなくて奥までしっかりと掘り下げる。三つ目がそうした顧客理解に基づいた企画提案を相手にしていきます。で、今の三つ順番に補足しておくと、一つ目のお客さんの話を聞く機会というのは、通常の売りに行く営業ではなくて、コミュニケーションと顧客理解を主目的にした場を作ることです。で、二つ目の要望や不満の奥まで掘り下げるというのは、お客さんの話を聞いて、さらに言葉ではまだ説明できていないようなお客さんが抱えている負ですね。不満とか不都合、不満、不快感のようなもの。さらに本人も気づいていないようなもっともっと奥にある潜在的な問題意識とか課題感をこちらで見出していくんです。これが奥まで掘り下げるといったことの意味です。で、3つ目の補足、顧客理解に基づいた企画提案なんですけれども、これはお客さんの課題感とか、その設定した問題を、じゃあ自分たちはどうやって解決するかのソリューションを考えて提案していくんです。で、ここのベース、ソリューションのベースになっているのは、何よりも顧客理解なんです。で、以上のようなお客さんとのコミュニケーション、通常の今まで営業でされているコミュニケーションに、マーケティングでの顧客理解という観点から入れたコミュニケーションに加えて、社内でのコミュニケーションでもマーケティングのスキルというのは鍛えられます。営業をされているので、自社の商品とかサービス開発に直接関わらないとしても、お客さんの声を現場の情報として社内に共有していくといいです。で、ただしなんですけれども、社内へのフィードバックというのは、お客さんの不満とか要望をただそのままに伝言役のように伝えるのでは役割をまだ果たしていないんです。お客さんの声はともすると表面的な問題事象に過ぎないんですね。で、その背景とか
さらに事象に対する自分なりの見解、解釈、要するにどういうことかという本質まで見出して、それを社内に伝えるようにしたいです。で、もう少し営業の話も続けていくんですが、営業をやっているとですね、自分、または自分たちの売上目標があると思うんですが、その売上目標がノルマのようになって、目標をこう達成することというのが過度に優先されがちになります。で、こうなってしまうと、お客さんのことよりも自分たちの目標達成という都合が優先されてしまうんです。相手の都合、お客さんの都合よりも自社都合ばかりの、いわゆる押し込み営業のようなものになりかねないんです。で、今回の相談であった営業からのキャリアパスでマーケターを目指すなら、こうお客さんのための営業ですね、お客さんのためのソリューション提案と価値提供をするというスタンスでありたいです。というのは、これは私の考え方ではあるんですけれども、マーケターとは理想的にはお客さんの成功や幸せに貢献する人だからです。で、他者貢献とか、もっと言うと世の中への貢献なんですよね。で、他人に喜んでもらう。これが巡り巡って自分たちの成功につながるわけで、あくまで順番は他者貢献が先なんです。で、これを踏まえたときに今されている営業職をお客さんのことを少しでも深く理解できる絶好の機会と捉えて、そして何よりもお客さんの理解によってお客さんの成功や幸せを実現していく。こうしたマーケターの理想につながる姿勢で今やっている営業の仕事を続けていけば、その経験というのはきっと将来への財産になると思っていて、これを今回の相談者、質問者の方に伝えたかったことですし、この場でも共有したいことです。はい、そろそろクロージングです。今回はビジネスキャリアとマーケティングについての話でした。最後に内容を簡単に振り返ってまとめておきます。マーケティングで大事なのは顧客理解だと思っていて、お客さんのことを時にはその相手の本人以上に理解するから、お客さんにこうぐさっと刺さるような商品提供とかコミュニケーションができるわけです。これを踏まえた時に営業でのマーケティング力の擬態化だとは3つのことを意識するなといいと思っていて、直接お客さんの話を聞く機会を作ること。2つ目が要望とか話してくれる不満の奥まで掘り下げる。3つ目がそうした顧客理解に基づいた企画提案をしていきます。で、営業ではマーケターのこう姿勢も入れたいと思っていて、一言で言うと他者貢献なんです。というのは、マーケターとは理想的にはお客さんの成功とか幸せに貢献する人だと思っていて、他人に喜んでもらうことが巡り巡って自分たちの成功につながるわけです。で、営業職というのをお客さんのことを深く理解できる、良い機会だと捉えて、お客さんの理解によって、相手のお客さんの成功とか幸せを実現させていく。こうした一つ一つの取り組み、経験が将来への財産になって、目指したいマーケターに近づいていけるはずです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で見分けるビジネスセンスで、これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。